Hey guys, my name is Wasamon Nai Hitu Michi. 改めまして、推しは猪之助ワサモンです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、テレビアニメ、鬼滅の刃無限列車編第4話、侮辱です。まあね、もうこれ、劇場版を視聴した人からすれば、まあ、どのシーンかなっていうのは、まあ予想つくんじゃないかなとは思います。で、前回のおさらい第3話ですね、まあ炎武の力で、まあ、切符切られて眠らされて、で、なんだ捕まってた子供たちが、まあ、手首に縄をつないで、その、まあ、猪之助とか善逸、炭治郎、そして煉獄さんのその夢の中に入る。で、その夢の中から、いや、まあね、ちょっとパッてやったら無意識領域っていうところに入れるんで、で、その無意識領域の中にある精神の核で、それを破壊されたら死んでしまうっていうのがあるんで、まあ今全員眠ってます。で、捕まえられた子供たちはその精神の核っていうのを潰そうとしているっていうところで、それぞれがそれぞれ、まあ、いろんな夢があってっていう中で、で、煉獄さんはそれ核を壊されそうになった時に、まあ、眠りながらもそのガッて起き上がって首を絞めてるっていう状態で、炭治郎は何かがおかしいって気づいて、で禰豆子が起きて、こうね続きをやって血が流れた時に禰豆子の血の匂いだってなって、でバッケツみたいな感じのブワーって燃えるあれを見て、あ、これ夢だって確信してっていうところに、お父さんが出てきてっていうことがあったんでね、最後に首をなんかこうやってたけど、どうなるんだろう、結果はしてもらえますか。まあだって映画見てない人からまあしたらすごい気になる終わり方だったなぁとは思いますね。なんで今回は侮辱というタイトルがあるので、どうなってくるのか早速ですが楽しみなんで見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。行きましょう。さあ、どうなるか、動くな。それでは、D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。この BGM の怖さや、ちょっとカットされてない？なんかそんな気がする。
これ新規カットだろ。え？なんだ、どうなるの彼は。そうじゃん。確かにそうだもんね。夢の中の自分で首切ったとしてもそうか。だから無意識じゃなくなるっていうことだもんな。寝てないから。そらあんな風になるか。え、どうなるんだ。確かに。そうか。描写なかったから気にならんかったけど、いざ出すとしたらそうよね。起きるっていうことは無意識ではなくなる。え？起きてても無意識のことはあんのかな。全くないっていうことはねえと思うけど、精神の核の場所が動くんか。ああ、どうなるんだろう。いきなり新規カットからじゃん。どうなるかな。本編開始。第4話、侮辱。裸イノシシ。どうやって起きるんだろうな。早い。これ新規カットじゃない？あったっけな？苦しんでんな。気が気じゃねえよな。まだこのまま。
東京無限って書いてある。びっくりした。あれ？いざ退治。もうアイキャッチ早くね？禰豆子か。ビーバーと。
秋じゃねこれ。違うかな。これよな。早い。マジでこれ一瞬寝てるんだよ。絶対気狂うぜ。首を切ったね。
えげつねえよなこれ。燃やして起こす。いや、いや、いや。爆裂覚醒。よく起きた。いいね、ここで終わるんやね。いいね、いいね、いいね、いいね。上がる終わり方やったね。いや、なんだろうな、その今回ちょっと割とわざと黙って見てみたけど、喋る必要やっぱねえよな。特にさ、やっぱあのそんなこと言うわけないだろうっつってさ、炭治郎がブチ切れるのはやっぱよくわかるよな。言うわけがないもんね。俺の家族はそんなこと言わねえもん。侮辱するなってそら切れるよ。でその後にね、こうもう何これが本体じゃないとか電車と融合したって言われたことをさ理解した瞬間の絶望感半端ないだろうね炭治郎。へえ。ほわほわ。文次郎。行くぞ文次郎。中に喋ったことが全てでございます。いや特に終わり方良かったよね。なんだろうな、劇場版はあの DVD で見たときは、まあ、途中でこういうのも言うのはなかったけど、その伊之助が起きたときがまあ、ね、バッて目覚めて、でそれがあの夢の中では洞窟のね探検隊として、で伊之助が親分としていて、であと3人が子分としていて、でそのまま起きて、なんかそこでどういう感じか理解してたのかな、あの感じは。でもそこでかっこいいな、やっぱ伊之助はかっこいいよ、大好きだね。まあね、あの後の2人もどういう感じで起きてどういう風に活躍するのかなっていうのはあるし、でも4話でしょ、5、6、7って考えたら、どういう風にしていくのか
ちょっと難しいものがあるけれどもって感じだな。いや、よかった、面白かったからね。まあ、で、特にあれ新規買ったでしょ、炭治郎のなんだっけ、精神の核の無意識領域かな、あそこはちょっと新規買ったのはずなんだよなと思ってたから、もし違ったら教えてください。まあ、面白かったですということでね。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしておりますので、概要欄の方にツイキャスのリンク貼っております。生放送をしようかなと検討しておりますので、もしよろしければ、登録の方よろしくお願いします。ということで、テレビアニメ鬼滅の刃の原列車編第4話侮辱でした。ありがとうございました。ならない。